大津びわ湖競輪場は、滋賀県大津市に、かつて存在した、競輪場で、2011年3月11日に、開催廃止となった。廃止時の施設所有及び主催は、大津市で実施は、日本自転車競技会近畿支部。大津びわ湖競輪場は、競輪人気に着目した佐藤陽吉が、大海神宮外苑公園を、競輪場にすることを提案。これに、 滋賀県と大津市が同意して、共同で1950年に大津琵琶湖競輪場を開設し、主催数を接班する形で運営が行われていた。1989年より、滋賀県は開催から撤退し、大津市の単独開催となったが、滋賀県はそれ以降も、場内の土地は保有していた。特別競輪である高松の宮記念杯競輪は、第1回から、 長らく同地で開催され続けたほか、現役時代は、滋賀支部に所属したかまつバイケイリン3連覇を達成した中井光雄をたたえ、中井光を杯が開催されていた。イメージキャラクターは、ビッシーで、ネッシーをもじった名のびわ湖の恐竜である。それにちなんで、ビッシーカップ争奪戦が開催されていた。CS での中継放送の専属解説者は、 元選手のお池康介が務めていた。トータルゼータシステムは、日本トーターを採用していた。2009年1月より、シゲカツ式投票、チャリロトの発売を行っていたが、最終回再日のチャリロトについては、全的中が出なかった場合は1レースのみ外れでも、的中扱いとし、それも出なかった場合は、キャリーオーバー分も含めて、大津市の収入となることが公表されていた。 しかし初日の確定後に2日目以降が開催中止となったためキャリーオーバーが宙に浮く形になったものの、その後開催を行った初日に遡って1レースのみ外れの特例を適用する形で繰り上げ適中とすることが発表され、繰り上げ適中者のいなかったチャリロトセレクトは大津市の収益となったが、それ以外は払い戻しが行われた。 1950年4月20日の初開催に、高松の宮同飛支配競輪として開催され、以降現在まで、毎年5月、または6月に、GI 競争の高松の宮記念杯競輪を、高級的に開催していた。当初は、記念競輪であったが、後に特別競輪に昇格したため、琵琶湖競輪場では、小倉競輪場ともども開設記念競輪を行っていなかった。 なお、滋賀県と大津市が共同で開催を行っていた頃は、各年で東海競輪を主催していた。500メートルを使用している。かつては4コーナーから直線にかけて、走路の真ん中あたりがよく伸びるため、その部分が琵琶湖道と呼ばれていたが、後に改修工事によって、癖のない標準的な500メートルバンクとなった。大津琵琶湖競輪場は、 経輪事業収入の70%以上を占める高松の宮記念杯を毎年開催しており、近年はその収益で赤字の開催分を補填する運営を行っているが、2004年から売上減少のため年間収支が連続して赤字となっており、その累積額が18億円までに増加していた。2010年6月2日、主催者である大津市のメヘン新市長は、 定例会見で今年の売上額が110億円を下回った場合、9月の定例市議会で事業廃止について申し上げなければならないとおつび和子競輪場の損敗の協議に入ることを表明したが、2010年の高松の宮記念杯の売上は、目標の133億円には遠く及ばない107億4605万1900円に止まり、 名変市長は2011年以降の高松のみや記念杯の開催返上も視野に入れることも明かした。2010年9月17日、同日付京都新聞は、大津市が2011年3月をもって、すべての競輪事業を終了し、大津琵琶湖競輪場を廃止する方針であることを報じた。大津市も報道を認め、 本場での最終開催は2011年3月11日から13日までのファイ競争、琵琶湖ファイナルカップとなり、場外発売も同月29日をもって終了し、大津琵琶湖競輪場は閉鎖されることになった。しかし最終開催の初日に、東北地方太平洋沖地震が発生したため、その影響により2日目以降が中止となり、 以降の開催及び場外発売も行われなかったため、事実上2011年3月11日をもって、閉場となった。大津美和湖競輪場設立時の経緯から、大津市は、滋賀県に対し、競輪場の土地賃借料を支払い続けていたが、競輪の開催廃止にあたり、市が県に土地を明け渡す場合には敷地をさら地にすることが必要であったため、 競輪場施設の利用継続と賃借料の減免を県に求めたところ難色を示されたことから市が県に交渉した結果市が県立体育館など大津市の私有地上に県施設が建設されている土地数箇所を大津市が県に譲渡する代わりに県が競輪場の土地を譲渡するという事実上の等価交換を行うことで県と市が合意し競輪場は 大津市が単独で所有することになった。跡地の利用については、駐車場であった敷地は一部が、すでに所有者へ返還されており、山側の駐車場跡地は、地元のスーパー平和動が店舗を建設しオープンさせている。しかし、競輪場の施設部分については、サッカー関係者から、サッカー場としての活用が要望されていたが、それ以前に、競輪場施設の全面撤去に、 多額の費用が必要なことから利用方針を立てること自体に難航し、競輪廃止後も長い間自転車競技場として維持され続けた。2016年4月に大津市は競輪場の敷地全体を民間に一括で貸し出し、原施設の撤去と公園としての整備を肩代わりさせた後に市へ土地を返還させ、その代わりとして敷地の一部を 借地権の下で自由に使用することを認める方針を決定し、これに基づき2017年2月に、大津びわ湖競輪場跡地、公募提案が高し付け事業として、プロポーザル方式により公募したところ数社から応募があり、大津市と跡地利用の支援企業である、株式会社日本総合研究所が選考を行った、結果、同年8月に大和ハウスグループの大和リースが、 事業者として選ばれた。計画では、旧施設撤去後に、新たな商業施設とバスケットボールコートなど、多目的スペースとなる広場を持つ公園や、付属施設などを整備する予定で、大和リースは、休憩林場の施設解体費19億円を含む53億円の再開発費用を負担し、整備後は、公園部分の敷地を先に、大津市へ返還した上で、商業部分の借地料として、 年間8400万円を負担することになる。新たな施設は2019年11月29日にブランチ大付けとして完成し、敷地の仮受け期間は31年としている。これに先立ち自転車競技場として使用されていた施設は2017年2月28日をもって閉鎖され、年内にも撤去工事が開始される予定となっている。 なお自転車競技場の代替施設について、滋賀県が県による施設の建設は難しいと表明していることから、今後は全国の都道府県で唯一自転車競技向けのバンク走路が存在しない県となる。滋賀県では2024年の国民スポーツ大会の開催が決定しているが、自転車競技会場の扱いについては未定である。かつては無料送迎バスが、 大津景駅と JR 東海道本線大津駅から運行されており、1990年代までは京都市条大宮方面への無料送迎バスもあった。1950年から1964年までは、競輪場の近隣を通る高和歌鉄道が臨時駅を設置していた。高松の宮記念杯和歌山で開催、月間競輪ウェブ、井上和美のバンクのつぶやき、 中井光雄廃は2013年より、京都向町競輪場へ移管し開催されている。大津美和子競輪チャリロトの発売停止について、チャリロト、大津美和子競輪し、しっけ活式社権のキャリー・オッパー金についてのお知らせ。大津美和子競輪場は土地、公募提案が高し付け事業において当社が、 優先交渉権者に選定されました。大和リース2017年8月9日、大津に新名所、ブランチ大津系競輪場跡地で、起工式、中日新聞。 h t t p s コロンススララッッシシュ w w w c h u n i c h i c o j p スラッシュアーティクルスラッシュシガースラッシュ201904177スラッシュ 4k201904170200029.html19 年秋に商業施設と 公園オープン美和コ競輪場跡地京都新聞2017年8月冬季、日竜のぼるすけ。競輪場跡地ブランチ大月29日オープン。中日新聞。 https://www.chunichi.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュシガースラッシュ20191129スラッシュシケイ201911290200012 html2019 年12月よく閲覧自転車競技の県外練習費用、滋賀県負担へ、大津競輪場閉鎖で京都新聞。 2017年2月27日、ありがとうございます。